チエルです。じゃあ今日はあの GLTV444 スペシャルということで久しぶりにお昼から近松でお送りさせていただいてます。今生放送中でね、あのタイガとターツとクマがここでトーク中、トークコーナー中なんですけど、オファーティー、じゃあオファーティー突っ込んできました。じゃあみんながやるところにちょっと行ってみようと思います。今の曲を歌おうで。GLTV でーす。バグとノブシがここでね、タバコでも吸ってたもんな。ちょうど吸ってました。今全然終わって、これからライブなんで。これからライブだ。まだまだでしょ、でも。あ、次の次ですよ。次の次。でも今トーク中で。あ、本当ですか。まだ時間あります。そう、全然あります。今話すネタが全然ないという。結構ゲリラ的に来るんですよ。さよなら。さよなら。バイクチームに最近入ったという。さあ、今日はバイクチーム楽しい？バイクチーム楽しいですね。やっぱ集まりとか、うん、結構まあ大規模な、ね、大規模な、ね、はい、基本的に週何で集まって、週5ですかね、週5だ、週5ではもう集まって、でもやろうと思えば何度でも集まる、そうですね、実質仲間ですね、実質仲間メンバーのぐらいメンバー今僕一人で、じゃあ常にみんなで行動してるっていうことになって、そうですね、チームでチーム違うと思う、寝る時も飯食う時もトイレも風呂も全部文字通り一心同体ですね。おライゼンがいたんでちょっとなんか聞いてみようかなと思います。今日の調子は？今日の調子、久々のデーなんでいつも違う雰囲気ですけど、いつも通りかましていこうと思います。近松初めてだもんね。初めてだもんね。そう、俺らのね、話はね、そうそう、各自みんなやってたんだけど、渋谷でもみんなでイベントとかやってて、ここに移動した瞬間になんかいろいろ話が終わってきて、あ、そうなんですか。どん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 みんなこう メンツを超えて、この曲とか配置されて、こっちで GLTV始まってっていうのがあって、始まる途中でライブさせていただきます。お願いします。GLTV です。 GLTV です。世田谷の後輩が2人いたんで押さえとこうかなと。押さえてくれるダイスクリームとユッケです。どう、今日スペシャルなんだけど調子は？久々の近松でめちゃめちゃ調子いいです、ね、もうすでに楽しいよね。そうですね、なんかヤグラって感じするんですよね、うん、こっちの方が俺は。しかも昼間からこうお酒飲んでみんなで乾杯するんだけど、めっちゃいいっす。暑いし、ちょうどいいし。でも世田谷にさ、こういう風にさ、できるとこあるけど、俺らからしたらなんかこう、なんか嬉しい話だよね。はい、世田谷マジ箱ないよね。そう、他のフットでさ、ないとこもあるじゃん。そう、世田谷ぐらいじゃん、むしろ渋谷とかじゃないのに。まあ、あると思うけど、あとはもう神奈川、埼玉とか、そこはあんまないかもしれない。東京でね、東京はない。東京でないじゃん。やっぱ渋谷市に黒っぽいってイメージ。しかも音もめっちゃいい。そうそう、音めっちゃいい。世田谷多いよね、こういう、まあ、このレベルじゃなくてさ、リップルとか、クイーンテッドとか、ライブ、俺らがよく遊びに行くような、見に行くようなところとかもあるし。そうですね。逆に考えると、フットにあるから、別のジャンルでも俺らも、例えば新年会があれば行くじゃん。で、なんかこう演奏してんのとかに触れ合えたりとか、他のフットに俺ら住んでたら、そういうのなかったと思う。ないですね。だから別のミュージックも聴くタイミングもあるし、俺らも聴かせられるし、来るじゃん、俺らが出てくる。そんな感じです、世田谷は。いい街ですね。今日はヨーヨースペシャルってことですか。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。